さあ始まりました2022年の春から初夏にかけてのね、4月5月、それ以降ということで、日本に入国帰国をされる皆さんに向けた決定版の動画をね、完全攻略動画ということでやっていきたいと思います。皆さんの心配事をですね、これを自信に変えていこうじゃないかというね、こういうコンセプトでやっていくこの動画ですけども、今日の流れはですね、もう日本入国の準備から、もう出国入国、そしてね、日本に入った後の隔離期間までを全てをトータルでカバーをして、皆さんの旅を応援していこうじゃないかというね、こういったことでやってまいります。ビザの話であったりだとか、あとその準備もですね、かなり綿密に、ね、準備をしていかねばならないという状況になってまいりましたので、これをねバッチリと皆さんと一緒にやっていきたいと思います。あとね、今日はそのこちらの流れ以外についてもケーススタディということで、ちょっとね気になるコメントね、お問い合わせもよくいただきます。この辺りについては個別にご紹介をしていきます。入国を拒否られてしまうと、一体ねこれどうなってしまうのか、必要書類がね揃っていないなんていうケースで皆さんが陥るケースを過去事例をもとにお話をしてまいります。あとね、これお子さんとね一緒に渡航される方、本当に今の時期大変だと思いますけども、この場合の注意点もバッチリとこの動画の中でやってまいります。そしてこれもあるんですよね。出発前にコロナに罹患してしまった、かかってしまったよというような方がどんな風になってしまうのかについてやってまいります。ということで、体系的に日本入国のプロセスを語っていく本日の動画なんですけど、気になるポイントがありましたら、個別にねそれぞれ動画紐づきをしていますので、特に皆さんが心配に思ったところはですね、重点的にもっと知りたいよというところがあれば、概要欄にねそれぞれ過去動画リンクを貼っております。情報の取捨選択ということで、もう全部をね見返す必要はないと思いますので、皆さんが特に心配に思ったところは深掘りをね、していただくということで、やってみてください。あともちろんですね、ご自身での一時情報のチェックね、これ必ずやってくださいね。今日の動画そのものが古くなっていくということもありますから、この点はぜひご注意の上でご覧になってみてください。それでは本編参りますけども、まずはですね、今現在日本に入国ができる方ね、どんな方がいらっしゃいますかということでね、これも紆余曲折変わってきたんですよね。で、まず言えるのは、日本国籍をお持ちの方、日本パスポートの方は必要書類さえ整えばきちんと帰国ができますので、この点は安心してよろしいかと思います。あとは特段の事情枠ということで、これらの方々は今許されているということですね。長期滞在ビザがあって再入国許可を取ってる方であったりだとか、あとは日本人の配偶者さんとかね、あと子供さんなんかは短期滞在ビザの発給については在外交換で受け付けているということだと思いますのでね、この辺りも踏まえておくといいんじゃないでしょうか。あとは外交官ですとか公益性が認められるケース、その他人道的配慮ということで、これらが特段の事情枠ということなんですけど、この度ですね、2022年の3月からになりますけど、新規入国がねようやくこれ実現されました。商用目的だとか就労目的、短期滞在から長期に向けてですね、留学生さんなんかも含めて基本的にビザを発給する目的がねきちんとあるよという方に関しては、受け入れ責任者を別途設けた上でね、日本政府が用意したシステム ERFS というんですけども、こちらをですね使うことで新規入国受け付けられるようになりましたので、このあたりのビザ要件の詳細な説明ですよね。受け入れ責任者を置いた上でのシステムを使った登録の解説であったりだとか、あと配偶者さんとかね、お子さんなんかが短期滞在ビザの発給ね、どのようにすればいいのか、この動画で細かく触れていますので、気になる方は概要欄からぜひこちらをご覧になってみてください。それでは日本へ向けて準備段階に入っていくわけですけども、これがですね皆さんを今悩ませるストレスフルな状況が続いているんだと思いますけど、いろいろね準備しなくちゃならないということが厚生労働省のサイトを見てもいろいろね掲載されているんですけど、ざっくりですね、この辺りの書類であったりだとかアプリをね皆さん自身で用意する必要があるということですね。まず陰性証明書、そしてワクチン接種証明書が3回目ですよね、ブースター接種を済ませているる方は準備をねされる必要があるということです。あとはアプリのインストールをあらかじめしておく必要がありますので、この点も僕と一緒にね後ほど確認していきましょう。そしてよくねこれ問い合わせあります。電話番号をね私持ってないよと、海外在住が長くてね日本の番号持ってないよなんていうような心配もありますので、このあたりも順に解説をしていきたいと思います。それではまず陰性証明のお話からなんですけど、これから話すですねこの準備が必要な事柄に関しては厚生労働省の水際対策に関する措置についてのページで解説されていますので、基本的にはねこれに沿って皆さんに情報をご紹介をしていくというような流れになるんですけど、これはこれでですねちょっと文章長いので皆さん自身で一時情報としてねご確認をいただきつつですねポイントをお伝えをしていきたいと思います。まずは陰性証明ですよね。日本に出発する72時間以内ですよね。出国手続きをする72時間以内に検査を受ける必要がありますので、この点はぜひね計画的にやってみてください。でこの時に街中の検査センターだったらどこでもいいのかっていうとそんなことないんですよね。厚生労働省指定の陰性証明フォーマットが払い出せるところか、もしくはですね、厚労省が指定している検査要件にねこれ合致しているかどうか、このあたりが非常に重要になりますので、これについては厚労省からの案内が出ているので皆さん自身でねこれチェックをされてみてください。検体採取の方法が、ちょっとね全部は読み上げないんですけども、鼻咽と拭い液だとか、あと唾液なんかも含めてですねここに列挙されています。必ずこのうちのどれかに適するですね検体採取であったりだとか検査方法、これを提供している検査機関医療機関に皆さん自身でアクセスをするということが大前提になりますから、さもなくばですねここに書類ミスがあって日本に入国しようとするとチェックインができなかったりだとか、飛行機に乗れたとしても日本入国プロセスの中で入国拒否を食らうというような事象になりますので、こちらもだいぶ時間経っちゃったんですけど体験談ありますのでねまた動画を貼っておきます。そうは言ってもねこれらの専門用語が並んだようなですねその検査機関を自分で見つけてくるのって本当大変だと思うわけです。なのでこの海外で日本に帰国をする前に皆さん自身で PCR 検査センターをどのように見つければいいのか、この辺りを掘り下げてご紹介をしている動画直近で作りましたので、ぜひこちらご覧になってみてください。僕自身が3月にフィリピンから日本に渡航をするときにフィリピン現地でねマカティ周辺で撮った体験談なんかも踏まえてですね、あとは米国における無料検査だとか、安価なね選択肢に関してもここでご紹介をしておりますので、まずはね予約プロセスからどういうふうに連絡をしていいのか、本当ねこれこんがらがっちゃうと思うんですけども、この辺りのポイントをついて皆さん自身でどのように検査センターを見つければいいのかね、ぜひこちらの動画ご覧になってみてください。それでは次の準備事項ですけど、ワクチン接種証明アプリをですねもし皆さんが日本でワクチン接種を済ませているようでしたら、ご準備されることをお勧めさせてもらいます。で一応これ任意ではあるんですけど、もし皆さんが3回目の接種ですよねブースター接種を完了しているということであれば、後ほど解説をする隔離パターンに影響しますので、よりですねその隔離が短縮されたりだとか皆さんに有利に働く形になるので、ぜひですね3回目接種されている方はワクチン接種証明書をですねこれ準備をされてみてください。でこの時にアプリで準備できるよなんて方は事前にインストールをしてね準備できればということですけど、この時ね落とし穴もあるんですよ。日本政府のアプリを使う場合はマイナンバーカードねこれを準備しておくことが条件になりますので、この辺りのね落とし穴についても過去動画で語っております。ぜひこちらもご参考にされてみてください。一方で海外でワクチン接種をしたよなんていう方は、各国政府が発行してくれたワクチン接種証明書ですよね。紙でもアプリでも良いかと思いますけども、そちらを準備をされてみてください。一応ですねどの国が発行したのかについては日本政府、どうやら問わないみたいなんでねこんな感じですよ。政府など公的な機関で発行された証明書であると言えればですね、よろしいかと思います。で、その時に、これらの事項ですよね、氏名、生年月日、ワクチンの名称だとかメーカーですね、接種日、もちろんこのあたり接種回数だとかがきちんと記載されていることと書かれていますので、例えばアメリカなんかでよく見かける CDC が発行したワクチンカードなんですけど、ちょっとね、これ見た目貧弱には見えちゃうんですけど、この名刺サイズのやつね。これについては、米国政府機関が発行したものということで、日本入国に際しては、事足りるという理解になりますので、このあたりも踏まえてですね、ワクチン接種3回目を済ませてるよという方は、各国政府だったり、日本政府が発行した証明書、もしくは証明書アプリを準備されるということでやってみてください。それでは次の準備事項参りましょう。皆さんのスマホに入れるアプリになるんですけど、これね、いくつか入れとかないといけないんですよね。まず必須編ということで、これは厚労省からも同じようなね、案内があるんですけど、3つのアプリを入れておいてくださいねというね、こんな案内になっております。まずは MySOS というアプリを、こちらのね、厚労省が案内する QR コードからインストールをしておくということが、これ、とても大事なことなんで、これね、守っていただきたいんですけど、こちらのセットアップ、MySOS のですね、位置情報であったり、皆さんの健康状態を伝えるためのアプリになります。これをあらかじめインストールしておく必要があるということですね。そして、位置情報の設定を、ちょっとね、これ変えておく必要があるんですけども、このあたりも細かいね、案内が厚労省のサイトにあったりします。そして接触確認アプリのココアですね、これも入れておいてねという案内になっていますから、基本的にはこれに従っていくということでよろしいかと思いますけども、これですね、上級編というものがありまして、ファストトラックと呼ばれるね、事前登録を済ませておくと、例えば陰性証明を事前にアップロードしておいて、日本入国をする手前で書類に問題がないということをですね、検疫スタッフがあらかじめインターネットを通してですね、チェックをしてくれるというような、こんな仕組みが最近始まりましたから、ぜひですね、ファストトラックなんか入れておくと安心して入国ができたりだとか、必要書類をですね、最小限に抑えることができます。検疫レーンを書類をね、かさばった書類を持ち歩かなくてよくなりますので、ぜひですね、このファストトラックの設定なんかも皆さん自身で済ませておくと、非常にスムーズな旅になるということですね。そしてね、これ税関アプリなんかも入れておくと、皆さんね、機内で配られる細長い紙あるじゃないですか。ちょっとまた後ほどこれも解説しますけど、こういったものが機内で配られますけど、これ書く必要なくなりますから、あらかじめ皆さんのスマホの中で済ませられるね、設定なんかはやっておくとよろしいかと思います。で、このあたりね、設定の項目が、だいぶね、画面を見ながらとなると、非常にね、説明長くなってしまうので、別途動画を切り出しています。必須アプリ5選ということで、このね、3月時点の最新情報として、全ての手順をね、ここに組み込みましたので、スマホの操作に自信がないよなんていう方も、画面を見ながらポチポチね、僕と一緒にインストール、そしてセットアップができると嬉しいなと思いますので、日本入国の準備段階では、ぜひこちらもご活用されてみてくださいというね、お話と、あとね、これ入力項目の中に皆さんのね、電話番号っていうのが随所で出てくるんですよ。で、この時に、もう海外がね、長くて、日本の電話番号持ってないよなんていうね、こんな、悩みをコメントいただくことが多いので、ここで一つね、補足をしておきますけども、質問票ウェブであったりだとか、あと誓約書に皆さんの電話番号を記載する欄っていうのがありまして、これ必須入力事項になっています。ので、何かしらこれ書かないといけないと。で、もちろんこれ嘘書いちゃうとまずいので、きちんと皆さん申告をいただく必要あるんですけど、この時にもしご自身のスマホのね、携帯番号がないよなんていう方については、日本の番号がないよなんていう方は、例えばこういうものでもOK みたいです。皆さんが海外の電話番号を持ってればですね、日本国内からローミングでつながるものであれば OK であったりだとか、あとスカイプ電話番号とかね、050から始まるような、IP 電話の番号になるのかな。これを事前にインターネットで払い出しておくなんていうことでも、よろしいかと思います。そして実家の電話番号だとか、もしくはですね、皆さんが宿泊する隔離の時に使うホテルの電話番号なんかもネットでね、あらかじめ調べておけるようであれば、これを申告するということでもよろしいかと思います。最終的にはこれね、MySOS を使った皆さんの位置情報の確認だとかで、万が一、確認が取れなくなった時の最終連絡手段という、こういう位置づけになるようですから、最終的に皆さんに何かしらね、人づてでも伝わるような電話番号であれば、これ OK かと思われます。これについてのですね、成田空港の検疫所なんかにも、これちょっと電話で過去確認したことありますので、ご自身の電話番号に不安があるよなんていう方は、ぜひこちらの動画もご覧になってみてください。いやー、なかなか準備が長いですよね。陰性証明からアプリからもういろんなものがね、あるんですけど、ようやくここから出国になるわけです。ねえ、これ、空港に行くまでがもうドキドキですよ。もう初めての日本への入国、帰国という方はですね、無事に渡航ができるのかっていうのは、本当にハラハラドキドキということで、これがもうチェックインから、このね、戦場が始まると、この戦いが始まっていくということになりますから、もしですね、皆さんが初めて、このコロナ禍での渡航をね、初めてということで、日本への入国を試みる場合はですね、念のためいつもよりも早く空港に到着をされるというのが、ベタなのかもしれません。目安としては3時間、4時間前だとかね、だいぶ待ち時間もね、出ちゃうと思うんですけど、安心にはつながりますから、ぜひね、このあたり、余裕を持った計画をお勧めさせてもらいますけど、なんでかっていうとですね、チェックインの時に必要書類がね、揃ってなかったりすると、そこから、スタッフのね、指示に従って、陰性証明の印刷になるのか、再度の検査になるのかとか、いろんなパターンがありますし、事前準備さえきちんとしておけば、基本的には問題ないんですけども、書類の印刷がエアラインによってはね、求められてしまったりだとか、あとはエアラインスタッフさんが日本帰国のルールに慣れていなくてですね、皆さんの準備に全く問題がなかったとしても、搭乗拒否を食らってしまうなんていう出来事が過去にありましたので、一応ね、これも体験談として動画でご報告をさせてもらいました。イギリス発羽田行きで起きたバトルということでね、日本帰国後の宿泊先の提示ができなかったりだとか、PCR 検査ね、予約してたものがランプテストであったと。これ、日本の厚生労働省が認めてるものなんですけど、これがね、エアラインスタッフからすると、PCR じゃないのみたいなね、ランプって何というですね、こういったやり取りが行われるなんてことも、可能性としてありますから、あとはですね、ワクチンを受けていなかったりだとかね、必要回数ですよ。2回とか、日本の場合は3回受けたかどうかによって隔離パターンが変わるわけですけど、2回とか3回とかね、受けてない場合に乗れませんよみたいなことが、エアラインによってはですね、こういったものがトラブルになることがあるようなので、一見するとね、ちょっとダメなような気もするんだけども、ちゃんと日本入国のルールを見ると、実はここに書いてあることね、一切NG になるものはありませんので、このあたりですね、皆さん自身でエアラインのスタッフさんとチェックインの時にですね、やり取りが生じる可能性ありますので、できるだけね、このあたり余裕を持って、初めての日本渡航というか、形であれば、ぜひですね、余裕を持って準備をされるといいんじゃないでしょうか。それでは、ここから無事にチェックインを通り抜けてですね、セキュリティゲートを通り抜けます。そして、ボーディングゲートで、ようやくね、飛行機に乗れたとなると、皆さんに待ち受けてるのは何なのかという話なんですけど、機内での必要書類がですね、コロナ禍の前と比べるとだいぶ増えておりますので、どんな書類が配られていくのか、記入の必要があるのかについて、知識として持っておくと非常にね、スムーズな旅になりますので、ご紹介をさせてもらいます。おそらく、これエアラインによって、厳密にね、絶対これらの書類だって言い切れないんですけど、大体、こんなね、4パターンが配られるんじゃないかなと思います。まず1つ目の誓約書から始まりまして、検疫法第12条の規定に基づく質問というですね、ちょっとお堅いものなんですけど、なんてことはないルールを守ってくださいねというですね、ちょっとした質問が書かれた紙がですね、1枚配られて、あとは健康カードというもの、そしておなじみの税関申告カード、細長いやつですよね。これらが配られます。で、基本的には、これを機内でね、記載を済ませておくということが求められるわけですけども、もし皆さんが先ほどのですね、このアプリ設定の中で、ファストトラックであったりだとか、税関申告アプリをもうすでにセットアップ済ませているよという方ですよね。この方に関しては、機内で配られるこれらの書類ね、記入の必要一切ありませんので、この点をね、知識として持っておくとだいぶスムーズな旅になるかと思います。さあ、飛行機が到着をしまして、ここから日本の検疫プロセス、そして入国ゲートとなっていくわけですけども、ここもですね、検疫ルートがね、検疫プロセスだいぶ長くなっていますので、それなりに心してここに挑んでいく必要があるわけですけども、日付だとか時間帯によってになるのかな、この便の乗り入れが激しい時間帯に遭遇してしまうと、結構ですね、これ検疫プロセスの待ち時間が生じることになります。というのも、着陸をした後にいきなり入国プロセスに進めるというわけではなくて、一回ですね、この空港の中では検査プロセスっていうものがあるんですよね。なので唾液検査にはなるんですけど、ここでの検査結果を待ったりだとか、あと皆さんが事前に準備をしたですね、この書類をチェックする工程がこれまたね、長いんですよ。いろんな島にですね、このスタンプラリーみたいな感じでチェックに回らなければならないと。まあこれ検疫スタッフさんがだいぶ丁寧に案内してくれるので、道に迷うということはないんですけど、ただこのプロセスが長いので、万が一混雑した時間に遭遇するとしたならば、これらのことをですね、あらかじめ準備しておく、心得ておくと、さらにスムーズになりますので、補足をしていきたいと思います。特にね、ゴールデンウィーク前後だとかは、ほんとこれ要注意ですよね。ぜひ皆さん、長い検疫レーンに向けて、水の確保であったりだとか、おやつの準備、軽食なんかがね、あると非常によろしいかと思います。あとは、トイレはできるだけ機内で済ませておくと、書類のね、準備だとか、やり取りというのはスムーズになるかと思います。そしてタバコ吸う方ね、ちょっとこれ我慢の連続にはなりますけども、基本的には空港の外に出るまでは、吸えないということになります。そしてお子さんが一緒の方は、ベビーカーの手配なんかをあらかじめしておくと、だいぶね、長い検疫レーン歩くことになりますからね、このあたりは、チェックインの時にエアラインに相談をしておくと、よりスムーズになるかと思います。そして書類の束を扱うことになるので、クリアファイルなんかがあると、ね、これかさばっちゃって、例えばお子さんがね、一緒だったりすると、ベビーカーを押しながら、機内持ち込みのこのね、スーツケースなんかを引きながら、もうそうするとね、持ち手がありませんから、このあたりね、書類を入れるようなクリアファイルが、一つあったりすると、非常に便利なんじゃないかというのと、ちょっと繰り返しになるんですけど、先ほどのファストトラックだとかね、アプリでの申請を済ませておくと、基本的には、かさばるようなね、書類をずっと持ち歩く必要もなくなりますので、このあたりのアプリでのね、事前準備が、しておけると、なおよしというような感じで、ぜひですね、こちら検疫での過ごし方についても過去動画で徹底解説ね、試みていますので、特にね、ご家族で複数人で行動するなんていうと、ここもね、ストレスがたまるポイントだと思いますから、ぜひこちらの動画もご参考になってみてください。さあ、そんなこんなで飛行機が到着してから皆さんがね、通り抜けるのが検疫レーンを通って、その後にようやく入国ゲートですよね。そして税関ゲートがあって、税関ゲートの手前にあれかラッゲージスペースがあってね、荷物の受け取りがあって、ようやく外に出られるということなんですけど、ここからがですね、自宅待機場所への移動であったりだとか、人によっては強制隔離の施設、政府指定の施設への移動なんかもありますけど、もしですね、皆さんが自宅待機を過ごすというパターンであれば、自宅までの移動ですね、検査後、これ空港到着をした直後に検査をしますから、検査後24時間以内であれば、公共交通機関の利用ができるというね、こういうことでよろしいかと思います。これね、2022年の3月からようやくこれ解禁になりましたので、地方にお住まいの方なんかはね、新幹線で帰ったりだとか、国内線で帰ることができるというね、こういう運びになりますから、もちろん電車だとかタクシーも24時間以内であれば使うことが許されるというですね、こういうレギュレーションになりましたので、ぜひこの点を踏まえながら日本入国後の移動計画をね、組まれてみるといいんじゃないでしょうか。というような感じで、ようやくですね、この空港の外に出られて、そして隔離期間をこれからね、過ごしていく皆さんということになるんですけども、これがですね、また隔離のパターンが複数存在するというのが今現在の日本入国という、ね、こんな運びになっておりますから、どういうパターンがあるのか、とりあえず、3月下旬のね、今現時点の、最新のパターンになりますけど、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。大きくはこちらの4パターンになりますので、ご自身がどちらに当てはまるのかについては日本に帰る前にね、十分に把握をされておいてください。これがどう分かれていくかなんですけど、まずは強制隔離指定国か指定国ではないのか、これに加えて3回目のワクチン接種を済ませているのかいないのかですよね。こちらによっての4パターンになりますので、ちょっとねこれパターンを見てまいりましょう。ちなみに直近の強制隔離指定国がどこなのかについては、随時ね、これ日本政府からアップデートがあり次第、本チャンネルではね、皆さんにご紹介をしているんですけど、今現在3月の下旬時点では、こちらの国への滞在歴が日本入国前の14日間以内であると、いわゆるね、強制隔離、日本政府が指定する隔離施設での待機が求められるということになりますので、この点ね、ご注意をされてみてください。アジア圏がちょっと国の数多いんですけど、韓国だとかインドネシアとかね、シンガポール、ベトナムとかでもこの辺りをはじめとして複数カ国入っています。あとはロシア全土と中東エリアがね若干ありますね。サウジアラビアだとか複数カ国ちょっとありますね。そしてあとはアフリカからエジプトということで、これらの国から日本へ渡航をされる方についてはこの強制隔離指定国という扱いになりますから、この A か B のねいずれかのパターンになります。でこの場合にワクチン接種をまだされていないという方がパターン A になりますから、日本政府が指定する施設ですよね、強制隔離というような形で日本入国をした後には強制的にホテルに移動する運びになりますから、ぜひねこちらご注意をされてみてください。指定国の方で3回目ワクチンを接種したよなんていう方、もしくはさっきにあったね、指定国ではないんだけども、3回目のワクチン接種をしていないよなんていうね、パターン C にあたる方なんかは、自主待機7日間という扱いになりますので、この点は踏まえてみてください。そして、指定国ではなくて、かつ3回目ワクチンももう済んでるよという方に関してはおめでとうございます。もう隔離はね、なしというような扱いになるので、僕もね、最近3回目をもう済ませましたのでね、次回以降のフィリピン行きだとか、指定国以外のですね、国に渡航する場合は、パターン D になるわけなので、この点はね、だいぶ前進してきた日本入国ルールということかと思いますよね。ではここでそれぞれの隔離パターンについてもう少しね、掘り下げをしていきたいと思います。皆さんが日本入国を果たした後に待ち受けているこの隔離生活がどんなものになるのかについて、ここでね知識として蓄えてみてください。まずは強制隔離の対象になられた方ですよね。先ほどのねパターン A という方ですけど、この場合は政府指定のホテルでの滞在ということになりますので、外出がですね、厳しく禁止されていたりだとか、飲酒がダメだったりね、結構細かいルールが多いんですよね。というわけでして、このどのホテルに行くのか不明だったりね、ちょっとミステリーツアーみたいなところがあるわけですけども、ここで気をつけたいポイント、皆さんが、この強制隔離に伴ってですね、あらかじめこんなことをね、準備しておくと、よりスムーズな隔離生活は送れるよということを、過去にね、動画化をしております。このあたりも気になる方はぜひですね、ご覧になってみてください。この強制隔離ホテルでの過ごし方ですよね。どんなところに落とし穴があるのかについて動画化をしています。あとはこのね、政府指定施設のホテルっていうのは基本的には無料なんですけど、このあたりのね、お金がかかりますかとか、実際どういう生活になるのかっていうのを、だいぶ細かくですね、レポートをいただいた経緯がね、視聴者さんからレポートいただいた経緯がありましたので、このあたりの細かい生活の様子なんかも動画化を試みております。で、あとはね、強制隔離の対象が増えてしまった時に、これね、影響してくるんですけど、ホテルではなくて、例えばね、税務大学校の寮なんかで隔離生活が必要になるね、こんなケースがあったりするので、ホテルではなかった場合に、どういう施設が待ち受けてるのか、このあたりも過去動画を作っています。ぜひね、ご参考になってみてください。それ以外ですね、自主待機をされる方、今、このご時世でのね、日本入国に関しては、大半の方が欧州だとか米国だとかね、東南アジア圏がまだ一部ちょっと強制隔離ですけど、それ以外に関しては大半の方が自主隔離というですね、こちらのレギュレーションになるかと思います。すなわちパターンで言うと、こちらの B もしくは C ということになりますけども、これらの方は基本的にはね、ご自宅であったり、もしくは実家だとか、皆さん自身でブッキングをしたホテルで隔離生活を送っていくという、こういうことでよろしいかと思います。で、この時にあらかじめインストールしておいたね、皆さんのスマホに入っている MySOS を通じて、この位置情報の確認であったりだとか、皆さん本当に室内で待機しているかをね、ビデオ通話で確認するみたいなことが行われますので、一応ね、これも心して日本に渡航をするということでやってみてください。もちろん皆さん食料調達をね、こう人間ですからこうしなくちゃいけないということで、コンビニに行ったりとかね、スーパー行ったりだとか、食料調達は必要だと思いますけど、そんな時に位置情報の確認だとかね、鳴り響いたらどうなるんだみたいなことがあるんですけど、100% 受け答えができなかったとしても、何か起きるってわけじゃないので、この点ですね、動画で解説をさせてもらっています。皆さんが現実的にこの自主待機期間をどのように過ごすのかみたいなところのね、疑問を持ってる方は、この過去動画もぜひご覧になってみてください。とはいえ、すべてのこのね、厚労省からの問い合わせに対して、無視を決めたときに、もうすべてに答えられなかったときに何が起こるのか、これは氏名公開ということになっていますけど、違反者がですね、ウェブ上に氏名が公開されるということで、これ今も続いてるのかな、これ継続されてるのかというちょっと疑問ではありますけども、過去にですね、氏名がもう100人、200人に上るのかな、公開された経緯がありましたので、このあたりもぜひご注意をされてみてください。それでですね、このパターン B と C の方というのは、実は途中で検査を受けることによってマックス7日間待機をしなくても OK というようなレギュレーションになっていますので、途中でですね、入国をして3日間待機をした、この3日目にあたるのかな、検査を受けて短縮措置を行うということができますから、これもね、活用してみてもいいかもしれません。基本的にはこの入国をして1日2日3日目に検査を受けて、この検査結果を MySOS を通して、皆さんのスマホからアップロードをしておくと、割とね、すぐに通知が来て隔離解除ということになりますから、このあたりの細かい解説についても画面付きで説明をね、させてもらっています。入国隔離の短縮3日間になりましたということで、これ僕の体験談になりますけども、ぜひこちらもね、チャレンジをされてみてください。ということでね、お疲れ様でしたね。日本入国のもう準備段階から本当ヘトヘトになりながらということになるかと思いますけど、このね、入国から隔離のプロセスまで一通りをご紹介をさせてもらいました。ただ出てきた皆さんのスマホの中に入るね、MySOS からの通知にね、最後答えて、それでね、ようやく終了ということになりますけど、こんなメッセージがね、送られてくることがあるみたいですよ。この待機場所から離れたりすると、違反の疑いありますというですね、通知が事細かにね、出たりだとか、あと濃厚接触者の判定を受けた時に、これ飛行機の座席の前後2列になるのかな、陽性者がもし後から確認されると、あなた濃厚接触者ですよということで、この場合はですね、7日間待機が求められたりしますから、こういったところもね、踏まえながら最後まで隔離期間をね、過ごすということになりますけども、これを経てですね、ようやく終わったという方、これね、ぜひご注意をされてみてください。丸亀製麺所のアプリなんかが一緒に入ってるとですね、この色がね、似てるから、丸亀製麺からのお知らせ通知がね、クーポンだとか届くたんびにですね、ちょっとビクッとしてしまうというですね、こういった弊害もあるようなので、丸亀さんアプリを入れられてる方はぜひね、ご注意というのは、ちょっとこれ冗談ですけども、はい、こんな感じで、ここまで動画を見てくださった皆さんは、もうすでにかなりの知識がついたんじゃないかと思いますけど、ここからさらにですね、気になるケーススタディについても触れていきたいと思います。入国を拒否されるとどうなるのかであったりだとか、あとお子さんがいる場合の注意点ですよね。そして出発前にコロナにかかっちゃったなんていうのもね、今のご時世それなりの確率であると思いますので、一つずつご紹介をしていきたいと思います。まずは一つ目ですね、入国を万が一拒否されてしまったら、皆さんがね、どういうパターンに陥るのかについて、過去ですね、いくつかの何名かの視聴者さんからレポートいただきましたので、簡単にご紹介だけさせてもらいます。ここに陥る方は、チェックインでね、そもそも弾かれるね、この必要書類が整ってないよということで、弾かれることになるから、だいぶね、このパターンっていうのはほぼ、ないんじゃないかということです。万が一生じたとすると、送還に応じるのか応じないのかですよね。入国を拒否られるということになりますから、この時にですね、送還に応じて、その出国したね、元の国に戻るのかどうかというのをですね、決めるということですね。で、もしこれ応じるという場合は、飛行機代ですね、また往復かかったりするので、これが実費精算になるの、自費で払うのか、もしくはエアラインがですね、これを担保してくれるのかみたいなところが過去ありましたけど、チェックインでの確認がですね、だいぶ今厳しくなっていたりだとか、一部は誓約書をですね、エアラインが書かせるみたいなこともありますから、自費で支払うというですね、ケースが多くなってくるんですかね。万が一というケースにおいてはですね、はい、こういったものがあるようです。あとは、もしですね、送還に応じないとしたならば、空港の中でね、例えば皆さんが陰性証明に不備があったときに、元受けた医療機関、検査機関から、正式なね、訂正後の陰性証明をまた送り届けてもらうなんていうですね、このメールで送り届けてもらうのを待ってる時間で、空港に宿泊するなんてこともあるかと思います。この時にですね、電気代だとか人件費だとかが、一泊って言っていいのかな、空港でのね、宿泊するときにね、かかる8万円だとか請求されたなんていうことが過去にありました。もしくは、温情措置として強制隔離がですね、14日間求められるなんてことが過去ありましたけど、今もこういったですね、厳格な処理が行われるのかどうかというのは、ちょっとわかりませんけども、必要書類がですね、整っていない状態で日本入国をするというのが、引き続きリスクが高い状況にあるかと思いますので、過去にね、入国拒否されるとどうなるのかみたいなことが、実際の体験談をもとにして動画をね、作ったこともありますので、ぜひこちらも、一つの知識としてご参考にされてみてはいかがでしょうか。それでは2つ目のケーススタディですね。お子さんがいる場合の注意点になりますけど、ただでさえね、これ大変なんですけど、だいぶお疲れの中で準備をする書類だとかっていうのが、基本的にはですね、0歳児から必要ですよという、こんな案内になっています。ただしですね、このおおむね6歳未満の方については、免除される場合があるというですね、こういった記載に厚労省の、方から案内がありますので、この点はですね、皆さんそのよしなに解釈をされた上で、この、入国にですね、挑んでいくということで、いいのかもしれません。そして、誓約書は、引き続き0歳児から必要ということなので、親御さんが代筆する、もしくはアプリで、登録していくということになりますけども、このあたりの準備をされてください。そして、スマホに関しては、満13歳以上のお子さんについては必要になると、1人1台必要になるというね、こんなレギュレーションのようなので、この点を踏まえてですね、日本入国の準備をされてるということで、やってみてください。そして検疫プロセスだいぶ長くなっているので、お水の確保だとかおやつの準備、これね、唾液検査が検疫連の初っ端であるので、直前でね、おやつを取るだとか水飲むとかっていうのは控えてくださいということになるんですけど、その後の待ち時間も長いので、この辺りの確保がですね、ちょっとした軽食あると皆さんの手助けになると思います。そしてトイレは機内で済ませておくとかね、ベビーカーの手配だとか、この辺りも改めてですね、準備をされておくといいのかもしれません。はい、最後のケーススタディですね。出発前にコロナにかかってしまうなんていうケースもですね、それなりの確率であるんだと思います。で、一度ですね、これコロナに罹患をした場合に、その後、陰性証明を取り付けようとして PCR 検査を受けるわけですけども、1、2ヶ月ぐらい、人によってはなんですけどね、陽性反応が出続けてしまうということがありますので、この点も踏まえて、旅の計画を立てる必要がね、あるということなんですけど、国によってはですね、回復証明だとか罹患証明ということで、一旦コロナにかかったら、この回復した後はね、人にうつすリスクは少ないよと、ほぼないよというね、こんな扱いになってるかと思います。ただ、これは日本の入国検疫では認めておりませんので、あくまでも陰性証明で PCR 検査だとかでね、陰性が取り付けられるということを前提にして、日本入国ね、初めてチェックインができて、飛行機に乗れるというような、こんなことになってますから、事前対策としては、万が一罹患してしまった、コロナにかかってしまったことを考慮するならば、滞在が長期化するというですね、1、2週間ちょっと先延ばしにしたりだとか、下手したらちょっと1ヶ月ぐらい人によってはかかってしまうということもあるのかもしれませんので、このあたりの長期化リスクを組み込んでおく、織り込んでおくということで、あと海外旅行保険ですね、このあたり、万が一入院になった時にですね、帰国ができなくなりますから、このあたりの費用面であったりだとか、皆さんの渡航計画ですよね、これも踏まえて組んでみるのがいいんじゃないかということで、はい、以上のケーススタディもね、これで以上になります。お疲れ様でした。今日はですね、こんな感じで一通りの日本入国に関する徹底解説動画完全版ということで、皆さんにお届けをさせてもらいました。完全攻略動画、いや、長かったですけどね、これ本当にね、日本入国一回体験をしてみると、人によってはね、サクッといけたよというような方もいれば、結構ね、やっぱ検疫での待ち時間が長くなってしまうと、もうげんなりしてしまうと、だいぶお疲れだったというね、こんな声も聞かれますから、このご時世、国をまたいで世界でね、活躍される皆さんっていうと、本当大変な中だと思いますので、こんな感じで、国をまたぐ際に生じる不安みたいなところにね、直結する動向については、随時レポートをしていきたいと思います。今日の情報も水物ではありますので、変更次第ですね、この入国レギュレーション変更次第、またチャンネルで取り扱っていきたいと思いますので、今日の情報が役立ったという方はチャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。